相手が何者であれ、命のやり取りが初めてという生徒もいるわ。心構えをさせておかなければね。私？未経験に見えるかしら。大修道院での過ごし方や戦闘についてまだ何か聞きたいことはあるかしら。あら、これ好きだったの？あなたに教えたことがあったかしら。まあ、私これ大好きなの。海とか、特に夜の海は黒々として恐ろしいわ。私は泳げないし、引き込まれたら帰ってこれなさそうで。海って、あの、外にあるやつですよね。見たことあったような、ないような。あ、でもエーデルガルトさんって泳げないんですね。意外です。またそうやって嬉しそうに。私にだってできないことくらいあるわ。先生、悪いが、エーデルガルトと俺の関係はあまり口外しないでもらえると助かる。いや、何かとややこしい話だから。懐かしいな。子供の頃はこれが好きだった。これ多分好きだったような、あんまり自信はないですけど。ありがとう、メルセデス。趣味のようなものだし心配はいらない。趣味？やっぱりすごいのね。私だったら疲れて飽きちゃうわ。なあ、それよりメルセデス、近く剣術の試験を受けたいと言っていたよな。あ、た、大変。すっかり忘れてたわ。どうしましょう。実を言うと心配していたんだ。最近訓練場でお前を見かけなかったから。もう気づいていたならもっと早く言ってくれればいいのに。食欲をそそるいい匂いだ。俺の好物なんだが、先生も好きなのか？私、かなり好みます。これ素晴らしいです。そうか、乙女心は難しいな。じゃあいっそ除血扱いならどうだ。リシティア殿、剣を取れ。未だ勉強が足らぬなどというならば、この俺と勝負だ。いざ立ち会え。いざ。っておい、せめて何か反応してくれよ。呆れて物も言えませんでした。ほんと、あっち行っててくれませんか。わかったよ。でも本当にもう寝ろよ。あんまり無理すると風邪ひくぞ。ああ、それとこの書庫な、最近幽霊が出るって噂だぞ。ま、何かの見間違いだろうけどな。さて、俺は寝るか。あ、私もそろそろ寝ようと思ってたところです。お先に失礼。やれやれ、強がっててもやっぱり子供だね。